フランクリン・ファーナムはアメリカ合衆国の俳優である。本名ウイリアム・スミス。1878年6月5日、マサチューセッツ州ボストンに生まれる。12歳となる1890年頃からボードビルの舞台に立ち、満34歳となった1913年、ニューヨークブロードウェイのブロードウェイ劇場で、ミュージカルサムウェア・エルスの舞台に立った記録がある。 1897年、メアリー・イー・ケイシーと結婚。1898年3月3日、ボストンで長女のマーサ・リリアン・スミスが生まれたが、1900年に夫婦は離別している。1916年、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに入社、同社参加のレックス・モーション・ピクチャー制作、ウィリアム・ウォーシントン監督、ベスメレディス脚本の短編映画ザ・ハート・オブ。 英称ガールに主演して映画界にデビューする。同年、同社参加に設立されたブルーバード映画で、ウォーシントン監督の死の舞踏でドロシー・クラークと共演、旅の人、悪魔の誕生日、ザ・マン・フー・トゥック、エチャンス、ザ・クロック、ブリンギング・ホーム・ファーザー、力の勝利、ザ・クリーン・アップに立て続きに主演。 エル・マーク・リフトン監督のエーストー・ミー・ナイト、ジョセフ・ド・グラス監督の恐ろしきさと、故郷の空、黒キう、誰の手に、リン・エフ・レイノルズ監督の金州のくさび、ダグラス・ジェラード監督の報酬5000ドル、秘密の家、再びド・グラス監督の霊の導きと、1918年までに主演を続け、5作を除いたすべてが日本でも公開された。 二人目の妻イーリスとの結婚、離別の時期は不明であるが、満40歳となった同年6月14日、19歳年下で、当時21歳の女優アルマルーベンスと三度目の結婚、翌月には離婚している。1919年にはユニバーサルを去り、キャニオンピクチャーズで短編や長編の西部劇に主演するほか、1925年まで小プロダクションで、 多くの西部劇に主演する。1927年に出演したパルス・オブ・ザ・ウエストが最後のサイレント映画であった。万52歳を迎える1930年、映画界に復帰、トーキーに出演し始めるが、主演級の役どころはすでに得られなくなっていた。50代後半以降も多くの映画出演を続け、ほとんどがクレジットされない早くや、 エキストラばかりであったが、最晩年に至るまで、およそ370作に顔を出し、生涯に出演した作品数はおよそ500作を数える。1961年1月に公開された、ジョージ・マーシャル監督の嬉しなきが最後の出演作となり、クレジットのない出演であったが、劇場主の役を演じている。癌を患ったファーナムは、同年7月4日、 カリフォルニア州ロサンゼルス市、ウッドランドヒルズの病院で死去した。満八十三歳没。同州同市ノースハリウッドにある、バルハラメモリアルパーク墓地に眠る。すべて出演作である。約500作にも上る、出演作のうち、主演俳優として活躍したサイレント時代を生じ突、トーキーとなり、ノンクレジットの早く、 エキストラ出演が中心となる1936年から1961年の時期の約370作は主なものに止めた。ありがとうございます。